緊急告知。10月7日水曜日21時から生配信が決定しました。しかも毎週やります。すごくない？はい、毎週水曜日の夜21時から、はい、はい、生配信をやっていきます。 YouTube でね、生配信、はい、どんなことするんですか？一番の大きな目玉として、うん、茜ゆいの生着替えが見られるかもしれない。なんで？聞いてないよ。聞いてない。コンセプトの一つとして、うん、天童寺とベビちゃんこと茜ゆいの対決をしていこうかと思ってるんですよ。だって私何も対決できるもんないよ。例えばさ、今俺がさ5分でわかる偉人だって人間だものってやってるでしょ、うん、それを生配信でチャレンジするんだけどさ。5分で？そうで、ベビちゃんは、うん、まあちょっと5分っていうのも大変だからさ、うん、例えば何か好きなことをテーマに1分でさ、うん、そう説明するっていうさ、ね、1分で、そうで、それの誤差が少なかった方が勝ちみたいな。怖い。マジか。あとはね、俺がクイズを出して、うん、ベビちゃんが正解できるかどうかとかさ。でもご褒美とかも全然今までもらってないし。今回ね、毎回ベビちゃんが勝ったら、うんうん、賞金を出します。100万円。やったー、嬉しい、ありがとう。まあなかなか毎回100万とはいかないですけども。毎回というか1回はあるんだ。1回の最高金額を1万円、うん、ルーレットでさ、うん、その1万円のところに当たれば、うん、1万円本当にあげますから。へー。まあ、その代わりさ10円とかね、まあ、0円っていうのもあるかもしれないけど。そっか、うん、あとね他にもいろんなちょっとゲームとか考えてますんで。そっか、怖い。もう生着替え時点で怖いんだけど、四天王寺の変態趣味が入ってくる。いやいや、これは昔ね弊社でスーパージョッキーっていうね、うん、超人気番組があって、うん、そのね人気企画があったんですよ。生着替え制限時間1分でさ、うん、着替えないとその隠してる幕を下ろされちゃうみたいなさ。やばいじゃん、バーンされるよ。 YouTube 知らないよ。1分以内で着替えればいいんだから、まあ、その前に勝てばいいんだよ。負ければ着替える必要ないからさ。すごい強気だね。賞金かもしくは生着替えかっていう。へー、頑張るじゃん。はい、まあそんなね、うん、我々の対決も楽しんでいただきながら、うん、まあ、面白く歴史を学べればというね。はい、楽しみだね。はい、そんな生配信を毎週水曜日の夜21時から始めますので、ぜひお楽しみにしてください。楽しみ。